じゃあお薬はね1日1回で7回分ね、はい、ドラコナゾール、うん、まあ抗心筋剤ですね。前も飲んだことあるんでしたっけ。あ、そうですそうです、あの前心筋かかった時は何週間ぐらい飲んでました。2週間ぐらい、はい、飲んでて悪くて、この子は飲んでてくれたんですよ。で、飲んだら効いてました。あ、効いてました、すぐ。一般状態は別に普通でした。あ、普通でした、はい、これ、それからタウリン、まあ、ちょっと肝臓を元気にするサプリメント、それから、総合ビタミン、それからブドウ糖、まあ、粉で出しますんでね。それが混ざってるんですか。はい、2つの袋に全部混ざってます、はい。まあ、ブドウ糖はちょっと甘みをつけて飲みやすくするだけ、うん、それからあと2つですね、プロバイオティクス。プロバイオティクスっていうのは腸の善玉菌、ヨーグルトに入ってますね、うん、腸の善玉菌を補ってあげると、まあそれでいいうんちが出てくれると、まあ、腸の環境が良くなります。そうすると免疫力は、まあ、僕らでもヨーグルト食べると免疫力が上がってね、カテキンというとか言います。猫ちゃんのいいうんちの状態、まあ、硬からず柔らかです。形があって硬からず柔らか、うん、でね、人と一緒です、うん、まあ、あんまり硬いのはダメです、うん、特に猫ちゃんね、あの年取ってなんか慢性腎臓病になっちゃう子の場合は脱水しやすいから、うんちが硬くなるんですよね、うん、すごい良くないですね、うん、まあ、今はまだ若いからね、硬、うん、からず柔らからずだと思うんですけど、あとはアガリクス。アガリクスっていうのはキノコでですね、私たちが食べるキノコ、うん、シイタケとかマイタケとか、はい、その辺にもキノコにはベータグルカンという成分があります、はい、アガリクスはたくさん入ってるんですけど、これも免疫力、自分ので治す力があります、はい、で、こういう皮膚非常菌種の子は免疫力が、皮膚免疫力がちょっと弱い、はい、人間でもそうだけど、水虫ってなる人とならない人とあるでしょ、うんうん、だから皮膚の免疫力の強い人、弱い人、それからその時の体調にもよるとは思うんですけどね。これを一つの袋に入れます。あ、もう一個ありました。モサプリード。モサプリードは消化管、消化管機能改善や、まあ、胃腸の機能を高めると。まあ、人体薬であるんですけどね。こんだけの薬をじゃあ一つの袋に入れますから、これをじゃあ一日一回。前に飲ませるときどうして飲ませました。そのまま飲んできました。粉でした。粉で、なんか先生が飲めないと思うから、あの餌と混ぜてちょっとお水入れてぐちゃぐちゃにして食べさせてきたんですけど、うん、全然あの固形の餌に上に振りかけても食べるんで。あ、そうなの。基本何でも食べちゃうんですよ。じゃあまあそれでいいと思います。それでいいです、はい、で続いてデンタルケアなんだけど、デンタルケアの話してましたけど、しての基本はしたんだよね。あ、そうですね、あの顔を持って隠して外していいよってあげるみたいな。そうそうそう、だからしての基本の、はい、